指導者原理とは国家社会主義ドイツ労働者党が掲げた理論。指導者が非指導者に対して無条件の服従と忠誠を要求する思想であり、ナチズムの根幹原理。指導者原理はナチ党及びナチスドイツの統治構造における政治的権威の重要な概念である。これにおいて上位の指導者は会には無制約の権威を持つが責任は負わず、会の者は 上位の指導者に絶対的な責任を負うというものであった。これを、ヨアヒム・フェスとは、全指導者の権威は下へ、そして責任は上へと表した。権威の源泉は、民族共同体の指導者たるアドルフ・ヒトラーであり、究極的には彼に対して、民族のすべての構成員が服従し、忠誠を誓うことであった。この原理は、社会進化論に基づくものであり、 地の純粋性や中性原理と同様、生存法則、自然法則、神の法則として扱われた。設立当時のナチ党では、幹部の討議が行われており、指導者の独裁体制は行われていなかった。しかし1921年に、ヒトラーが第一議長となった頃から、ディートリー・ヒエッカートや、エルンストレームといった支持者は彼を、ピューラーと呼ぶようになり、 次第に深刻化,化が始まった。しかし党内において、ヒトラーの地位が絶対化するのは、党内に絶対的な指導者としての地位を承認させた1926年のバンベルク会議以降である。同年5月25日の党員総会でヒトラーは、党内幹部の任免権を獲得し、党における指導者原理体制が確立した。以降、 ヒトラーの指導者としての地位は揺らぐことはなく、党の組織部によって編纂された、ナチ党組織書にも次のような先生文が記載されるようになった。私はアドルフ・ヒトラーに対し変わらぬ忠誠を制約する。私は彼及び彼が任命した指導者に対し無条件の服従を制約する。ナチ党の権力掌悪の直後に選挙を行い、その勝利を、 ナチ党及びその指導者であるヒトラーが民族と国家を指導する体制が確立されたものと懸念し、ヒトラーと党が国家を指導すると主張、指導者原理はナチスドイツの支配体制として強調されるようになった。ディートリヒ・ヒボンヘッファーのように指導者原理を批判した者もいたが、やがてそうした声は封じ込められていった。本来は合議体であった内閣もやがて、 ヒトラーの独裁となり、内閣の中で指導者の権威が完全に確立されるに至った。もはや評決が行われることはない。指導者が決定を下すのだ。とヨーゼフ・ゲッベルスが日記に記すほどになった。ナチズムでは、ドイツ民族という種に即した生存形式は、伝統的意味における国家ではなく、ただ一人の指導者と非指導者団からなる。 民族共同体であると考えられていた。指導者は、種としての同一性を持つ民族全ての人々を指導することによって、民族共同体を再形成させて、民族としての最終目標へと導く存在であった。ヒトラーの著書、我が闘争では、民主主義的大衆思想を拒否し、最良の民族、それゆえ、最高の人間にこの世界の支配権を与えようとする。 世界観は、この民族の中にあっても、同じ貴族主義的原理に基づき、最良の人物に、民族の指導と最高の影響力を保障するように、しなければならないとしている。すなわち、民族の一般人は、民族全体の問題を洞察できないため、諸力を、かるべき課題に向けて、適切な方法で、適切な場で、適切な時期に投入する能力を持つ指導者が、 必要であると説明されている。指導者は民族共同体が必要とするとき、必然的現象により出現する民族共同体の唯一の代表者であった。指導者は民族の裁量の力生まれた民族裁量の頭脳を持つ無病の存在であり、その懸には法や行為の結果ではなく民族の存在そのものから発せられるとした。ただし、 この無病性は、絶対主義に見られる神の恩寵によるものではなく、民族共同体の性格から生まれるものとされた。ナチ時代の法学者は指導者は法律によって支配されるものではないとし、法の上に置かれた。また法言が、民族共同体の秩序に発し、指導者の示す、法原理が最高法規となるとした上で、 国家はその法原理を実現するための存在であるとした。このため表明されたヒトラーの意志はいかなる法的根拠や副署を持たなくても憲法的性格を持つものとなった。これを法務担当国家弁務官を務めたハンス・フランクは一切の法は指導者から由来すると端的に語っている。指導者は最も独立した人間であり、いかなるものに服することも また、責任を負うこともない。ただ、自分の両親にのみ責任を負う。そして、この両親は、ただ一つの命令権者を持っている。すなわち、我々の民族がそうである。アドルフ・ヒトラー、1935年11月10日付、フェルキッシャー・ベオバハター、公益は私役に優先するの言葉が刻まれた一ライヒスマルク・カヘ指導は、共同体を形成し、 生を作り変える共同体に対して行われる特殊な政治行為と定義されている。特殊な政治行為とは民族の最終目標を実現するための民族のすべての生を制御する活動であった。共同体成員は共同体に根差し、共同体の中に全存在が組み込まれた共同体人格として存在するべきであり、独立の個人人格などは存在してはならない。 ものであった。何時は無であり、何時の民族が全てである、公益は私益に優先するというスローガンが繰り返し、唱えられた。そのため指導の範囲は、国家権力のような範囲の限定されたものではなく、共同体制員の私生活を含む、人間活動のあらゆる領域に及んだ。これは、全体性の法則とされ、 全体性の法則が運動の最高原理であり、来日指導部の一切の措置はこの法則により支配されるとされた。この理論に基づき、民族全体を調整する行為が、ナチス時代に行われた強制的同一化と呼ばれる措置である。当とナチズムは、共同体を民族の最終目標に向けて変革させる行動を行う運動と定義されていた。 目標に向かい運動をすることは民族の生の本質であり民族共同体の人種的価値を高めるためのものとされた。また民族は世代交代するため運動は永続的なものでならなかった。このため指導者の指導は通常の統治のような秩序の形成と維持にあるのではなく最終目標に向かって共同体を変革し続ける。 永久の革命と定義されている。指導者一人では民族指導の目的は実現できないため、その補助をする存在が必要であった。そのための存在がナチ党であり、党は民族指導を安定して実現する前提条件を創造するための存在であると定義された。その中でも特に高い地位を持つ者が、 指導者に直属する最高政治指導者から末端の組織指導者に至る異界性をとる政治指導部であった。政治指導部を構成する政治指導者は党の中での激しい権力闘争が行われることにより生み出される。権力闘争を勝ち抜く者は優れた能力を持つ者であり、優れた能力を持つということは優れた人種であるということになる。彼らは ドイツ民族だけではなく世界の運命を指導する新たな貴族階級となるべき存在であった。彼らは指導者との人格的合一を根拠に指導者から民族指導のために必要な権限を授けられその権限の範囲内において指導の実行を行った。しかしその地位は指導者との人格的な距離の大小によるものであり指導者の一言で排除される存在であった。 指導の実行においては、法令の解釈や文言そのものではなく、固有の責任を負う共同者として、指導者の意思を実行することが問題であるとされた。このため党や各指導者が背後関係を公にしたくない場合には、明確で詳細な命令を出さず、部下が忖度して行動するような指示を行うこともあった。例としては、大使館員、 エルンスト・フォム・ラートが、ユダヤ人少年に殺害された際、宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッベルスの口頭指示を受け取った、党指導者が、その意図を組み取り、推奨の夜と呼ばれる、ユダヤ人迫害活動を行ったことが、党最高裁判所の報告に残っている。党最高裁判所は、このような方式が規律を乱すことに、繋がりかねないとして憂慮する旨を記しているが、 ヒトラー自身は、このような自由裁量の必要性を認めていた。また、その行動が、指導者の意思に沿うものである限り、常に合法的であるとみなされた。非指導者団は指導者と同じ血を持っているため、指導者と同じ精神的傾向を持つ。そのため指導者と同じ世界観、生存法則、最終目標を持っている。したがって、 本来は指導者の方針に従うことに強制力となる命令などの実力の存在は不要であるとされる。しかし非指導者層にも能力の差が存在するため指導者の指導を完全に理解できないこともある。また指導が時には共同体の生存法則や世論と無関係であったり反発を招く事態も想定される。すなわち指導者が体現している民族意志と 民族の主観的な多数意思は必ずしも一致しない。そのため指導者による共同体に対する命令とそれに対する服従を完全に放棄することは不可能であった。これら指導者原理に基づく指導者が民族意思を代言する体制はドイツ民族の最も内容の本質に合致する真の民主主義であるゲルマン民主主義であるとされた。そして指導者の指導が 共同体の理念や精神に則っ,ったものである以上、民族が指導者の指導に背く必要はないため、同じ地を持つ民族にとって、服従は必然的な現象であるとされた。このことを、法相夫 T. ラックは、忠誠は最も重要なドイツ的遺産であると説明している。さらにヒトラーは、盲目的服従を共同体全体の 生存の起きて都市、すべてのドイツ人に対し私は要求する。何時らもまた服従する能力を身につけねばならない。服従することを何か自明と感じる民族こそが、健全な民族である。と語っている。ヘルマン・ゲーリングの唱えた、スローガン、指導者が命令する、我々は従う。はこれに応えたものである。がって、忠誠義務を遵守せず、 服従し得ないものは共同体の敵であり、共同体から追放、抹殺するべきものであった。この指導者原理に基づき、バイマル共和世紀に発展したドイツにおける民主的な制度や手続きはことごとく消滅した。地方では指名された市長が選挙された地方政府に置き換えられた。選挙制度を持つ団体や組合は、指名した指導者による、 委任団体に置き換えられた。経済分野でも、1934年には、ドイツ経済有機的構成準備法が施行され、その第一条で、指導者原理の採用が規定され、ナチズムに基づいた指導を行うことが規定された。分野別に再編された集団が結成され、各集団に、経済大臣の任命による指導者が置かれた。各集団はその下部に、 さらに集団を持つ階層を形成した。しかし、大幅な自由裁量権を認められた各指導者の管轄や職責は重複しており、また闘争を重視する思想のため、相互の調停はほとんど成立しなかった。このため権力闘争が加熱し、闘争を調停し得る唯一の存在であるヒトラーの権威はさらに高まった。しかし、彼自身が、 実際の調停を行う例は少なく、ヒムラー、ダレ、ローゼンベルク、ボルマンといった格闘幹部は、シンボリックなヒトラーの意志を自己流に解釈し、それぞれ異なる方向へ、指導の実行を行うための激しい闘争を行った。つまりは、指導者原理こそが、民族共同体の実現を妨げ、最終的に体制の崩壊を招いたとも言える。また、 法令よりも指導者の意思が重視された結果、アルベルト・シュペアは多くの役人がヒトラーの不在時に決定を行うことを恐れていたと記している。日本における経済の新体制運動でも指導者原理の導入が主張された。企画員が出した経済新体制確立要項ではその趣旨は国家経済に総合的計画性を与えることを目的とし、 公益優先を第一義とする指導者原理によって貫かれ、かつ、それを具現し得る経済組織を、確立戦がため、経済団体の整備強化を図るという文があった。この要項へのナチズムの影響は骨抜きになったとする、安藤義夫の見解、安藤の意見を否定しながらもむしろ、ソ連型計画経済の影響を見る。 中村隆秀の見解、ナチズムの影響を強く受けたとする、柳沢治の見解等がある。イタリアの哲学者、ジョルジョア・ガンベンは、ヒトラーは彼自身を古代ローマの、ケニの再来であり、彼自身が生きた法であるとみなしていた、と論じている。指導者原理は、軍事組織の機能でも同様で、今日でも似たような権威的な構造が使われ、続けており、 民主的な国家の構成員の中でさえ抑制された行動規範とみなされている。指導者原理の市民的使用の正当化としては、指導者への服従が彼らがそれに値すると共有できる秩序や繁栄を生み出すことである。南、民族共同体と指導者、1 6 8 p a b 電や 190P 南、民族共同体と指導者、 167P 南、指導者国家憲法体制の構成。4P 南、指導者国家憲法体制における立法。4月22日の、ゲッベルス日記南、民族共同体と指導者。154P 南、民族共同体と指導者。136P ハットエビー南、民族共同体と指導者。131P 南、民族共同体と指導者。 百四十八 p ハット a b 南民族共同体と指導者百五十四 p 南民族共同体と指導者百三十三 p 多神百十九 p 南指導者国家憲法体制における立法百十五 p 南指導者国家憲法体制における立法百六十二 p 南指導者国家憲法体制における立法百五十二 P 南、民族共同体と指導者。173 p 南、民族共同体と指導者。135から136 p 本来は、シャルルとモンテスキューの言葉南、民族共同体と指導者。143 p 1934年の、党大会におけるルドルフ・ヘッスの演説。南、民族共同体と指導者。142ピ南、民族共同体と指導者。 144から 146P 南、民族共同体と指導者。154P 南、民族共同体と指導者。153P 南、民族共同体と指導者。167から 168P 南、民族共同体と指導者。170から 171P 南、民族共同体と指導者。172P ハットエビー南。 民族共同体と指導者 149P 南民族共同体と指導者137から 139P 南民族共同体と指導者138から 139P 南民族共同体と指導者 139P 南民族共同体と指導者憲法体制18から 19P 南民族共同体と指導者 140から 141P、柳沢、ナチスキドイツにおける社会的総資本の組織型の19、191の 193P ハット、指導者原理で一貫経済団体を再編成、総合的計画性を付与、物価協力会議整備要項案決定、大阪毎日新聞1940年8月28日付、柳沢、 夏月ドイツの経済政策思想と日本への影響、129p。ありがとうございます。